すいません。うん。メグさん、はじめまして。はじめまして。情緒不安定ね、今。あ、なんかちょっと昨日すっきりして。あ、昨日すっきりした？へぇ。はい、急になんか。うんうんうん。で、聞きたいことっていうのが、うんうんうん。ここ4、5ヶ月思い出してはイライラしてることがあって、うん。で、去年の夏に、うん。まあ、私趣味でサーフィンやってるんですけど、うんうんうん、そのサーフィン会っていうのをなんかやることになってやったんですね、うん、3、4回やったんですけど、うん、でなんかそのやった最後のあたりにそのなんかずっと来てくれてた友達に、うんうん、なんか友達同士なのにお金が発生するのがおかしいって言われて、うん、友達同士なのになんかそのお金を取ることがおかしいって言われて、うんうんうん、でなんかそのサーフィン会でお金をいただいてたのね、サーフィンいただいてたんです、ね、うんうん、でそれがおかしいって言われて、うんうんうん、でちょっとその時お酒飲んでたんで、うんうん、なんて答えたのかちょっと自分で覚えてないんですけど、うん、なんか結構怒ってたらしくて私が、うん、でもなんかそのおかしいって人に言われたことをなんか納得できないっていうか、うん、なんだろう、なんかその人におかしいって言われたことをどうすればスルーできるっていうか、どうでもいいっていう目線になるのかなと思って、へえ、いや怒っていいんじゃない、怒りたいんだからねえ、そうですね、そう、その時は腹が立ったってね、何か言い返したの？なんか言い返したっぽいんですよね。あ、酔っ払ってて覚えてないのに。酔っ払ってて。あ、そっか。じゃあ、なんか言い返したかもしれないけど、自分では記憶にないのね。ね、ただすごい怒ってたよって言われて。うんうんうん、そうか、悔しいね、覚えてないって。そうなんです。多分それ覚えてたら、うんうん、覚えてないのが悔しいのかな。うん、多分ね。うん、怒れない時って悔しさが残るのよね、相手に、うんうんうん、あの時はああやって言えばよかったって、で、はるちゃんの場合は酔っ払って記憶にないってことが悔しいんじゃないの本当怒ってたんだって私なんて言ってたんだろうってね、そうで、なんか後からイライラして、あ、そっか、私便利屋みたいに使われ、そうだよね、言おうとしたのかなとか、うんうん、え、あなたジャイアンですかみたいな、すごい、あのね、あとからムカムカしてちゃって、いや、こういう人いるよね、あの、なんですかね、いるから、ね、うん、その人の価値観なだけでね、自分の価値観と関係ないんだよね、はいはい、うん、うん、だけど言われたら嫌だよね、そうですね、だったら来なきゃいいのにって思っちゃって、うん、うん、そうだよねわざわざお金払った後にお金取ることおかしいってあのね、こういう、だからこの人はさ、経験がないのよね、人からお金をいただいてやったっていう経験がないから平気で言えるの、うん、あ、それ思いました、うん、なんか自営やってるような友達だと、うん、むしろこれでお金もらえばいいじゃんっていう風に言ってくれるんですけど、うん、うん、そうだと思います、うん、ただただ経験がないだけでポロッとね、うん、悪気なくね言ったり、悪意、悪意を込めて言ったりするのよね、うん、うん、で、そういう時はね、私もよく言われるんだけど、はい、うん、じゃああなたは無償でやればいいよねっていうの、あ、なるほど、うんうん、あなたも同じことを経験した時に、あなたはボランティアでやればいいよね、うん、私はお金いただきたいからいただいてるっていうのね、なるほど、うん、これいいですねそう言ってる、だってそうなんだもん、あなたは無償でやりたい人だから私にそうやって言うのよねって、うん、すごくいいじゃない、ボランティアでやればいいじゃないって言ってる、この間ね、クリエイター部でもそういうことがあって、あの、クリエイター部ってあるのね、メグクラブで、でグッズ販売とかしてるんだけど、私がね、今日からクリエイター部で私のキャラクターを使って作品を作りたいっていう人には、
制作料を一つのイラストいただいて、あとは自由に売ってもらって構わないっていうのを新しく出したら、はい、それってお金必要なんですかとかね、あったの。ざわざわしたの、みんなみんなざわざわしたの。そうだから、その時ね、あなたは無償でイラストでも何でも提供して、あの、うん、人にそうやればいいよって言ったの、ボランティアで自分のイラストを出す時に。うん、たらあれってなってあれあれってなったのよ。え、私は欲しいけどってなったの。じゃああなたもお金取ればいいじゃないってなって、そこでその子が気がついて、あれ、私自分は欲しいのにめぐさんには払いたくないってどういうことなんだろうってそう、そこで気がつくのよね。なるほど。本気でボランティアでやりたい人は、あ、そうですよねってなることだろうけどね、いや私欲しいなってなったのよね、素直に。なるほど。そうそう、だからそういうやり取りしたりね、冷静にね、別に私もよく言われることだから、もうその返しが当たり前になってきてて、うん、うんうん、よく言われるんだ。そうか。あ、なんかちょっと多分あと一個その、うん、立ってる原因っていうのが、うん、なんか一回それで無料で呼んじゃったんですよね。あ、無料にしちゃったのね。うん、うん、そう、まあ、でなんか一応なんか物みたいなのでは返してくれたんですけど、うん、でも本当は金が良かったって話、ね、物じゃなくて私はお金が欲しかったんだって物じゃないよみたいな。あ、じゃあやっぱりはるちゃんはお金をいただく人だよね。そうですね、うん、欲しいですね、やっぱり。あのさ、太古の昔はさ、やっぱり、はい、木の実とかでね、交換してたと思うのよ。魚もらったから木の実ねぐらいにね。それを現代でやるとさ、みんなもう物に溢れてるから、それうちにあるとかなるのよね。ティッシュとかもらってもあるわあるわってなるの。だったら商品券とかねだからお金っていうのはそういうものから変化して、じゃあ便利なね、何にでも変えられるものにしようってお金って生まれたのよね。物々交換だったものからね。それじゃあみんな持ってるものもダブルからっていうことで、お金っていうものを考えたと思うのね。だからお金ってすごく便利なツールでね、いろんな、そう、ありがとうの代わりにね、やったりね、でもらう方も好きなもの変えて喜べて、いろんなことに回せるのよね。うん、だからね、自分がそう思ってたらね、遠慮しないでいただけるし、うん、また自分も好きなことにね、使えるしね、うん、うん、相手のために使ったりもできるし、うん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 、うん、そうですね、いいですね、この返し。そう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 、うん、だからね、いろいろ経験してみるというね、私もね、ずっとボランティアやってきたのね。はい。それは、自分のようなものがこのくらいのあれで、あの、いただけないとも思ってたし、あと、あの、私は外に出る練習がしたくって、ボランティアっていうグループに行って週に1回行くっていうので、なんか満足してたの。うん、外に出させてもらってるっていう気持ちが強くてね。うん、でもただ自分はお金もらうって決めてからは、価格を決めてもらって、いろんなこと言われて、でね、私ね、世の中の人がね、世の中の人が自分の好きなことで、得意なことで、2割ぐらいの力でできることでお金をいただけたら、みんな不満なくね、お金回ると思うのね。2割ってすごいね。そう、だってみんなそういうところあるでしょ。うん、2割でできるようなことあるんだよね。他の人は 1000% 出してもできないことを、自分は2割でできるよっていうことが、みんなそれぞれ違うものであるのよね。でもさ、やっぱり全員が全員今はそういう世の中じゃなくて、我慢して我慢して働いてる人いっぱいいるじゃない。でも本当は、本来はね、あの、得意なことしてやってたと思うの。これあなた得意だから作って木の実あげるわぐらいのね。うん、だからそれが基本だと思ってて、だからみんなそうなればいいのになって思ってるの。そっか。うん、そしたらみんな生き生きして働くじゃない。
働くって楽しいなってなるのよね。こんな好きなことしててってね、みんながみんな回り出すから。うん、うん、そっか、そう思ってたらなんかいろいろ言われてもぶれにくいっていうか。そうなの、うん、なんかそんな気がしてきました。うん、お金もらっこめぐちゃんってそのおしゃべりでお金もらってるの。うん、そうだよって言うのねだってすごいみんなのためにもなるしさって自分で思ってて、私がなんかただおしゃべりするだけでねって、みんなが何かに気づいたり私が気づいてきたことをね出し惜しみしないで教えてるんだもん、これはいいことに決まってるじゃないって自分は思ってるわけ。うん、でもそう思ってない人はいろいろ言ってくるけども、うん、うん、でも気にしないでやってる。そうですね、うん、なんか自負があるからね。ちょっとね他のその言われる方の気持ちも分かるなって思ってる時に刺さるのよね。あ、ちょっとなって自信がないんですよね。そう、そうそうそう、ぐさってくる時って図星だから、こんなことでお金もらっちゃいかんだろうと思ってる時にぐさっと言われると自分がすごい大打撃受けるのそうなんです。なんかそう、この備品でもないのに、うん、なんだっけまあとりあえずお金取ってみたいな。うんうん、いやー、そうか、そう、そうですね、そこ疲れた時に気になるのよね。うん、すごい気になっちゃう。うんうん、だからね自信持って堂々とね、私だってすごいもの提供してるんだもんって思ってるとすごい、私なんか人に勧めたりさ、私のこのサービスすごくいいから来てねとか誘ったりするのよ。スナック来てとか、うん、ゴールドに来てねとか言えるの。なんでだったらすごいいいものと思ってるからねうん、そうそう、だからこれがあり方って言うんだろうね。あの、そうですね、そうそうそう、自分はこんな、そんなんでもないのにこんなの提供していいんだろうかって思ってるとそれが出ちゃうし、出てる、つつかれるしね、そんなんでそんなお金取っていいのって言われるし、自分もまた気になるし、そう、その循環の中に入っちゃうから。そうですね、うん、ね、なんかプロでもないのにとか、そうそう、いろんなね、その罪悪感がね人をも刺激してるのよね。そうそうなの、そうなの。だからね、はるちゃんは自分の提供するものはあのこんなに素晴らしいものなんだって思ってたらニコ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 売れるはずなのよね。うん、これ買わない人ちょっとあの大丈夫っていうくらいの本当よ、私そうだもん。大丈夫、みんなついてきてないんだぐらいのね、私ちょっと先行き過ぎてる、ちょっとごめんねっていうくらいなの本当になるのよ。だってそうなんだもん。うん、そうなの、実際ね、そうそう、だからここのね、そう、自分がどういう風にね、うん、お金いただいてるかっていうことに戻ってくるね。うん、そうですね、そうそう、どっかあった罪悪感っていうか、うん、今気持ちどう？なんかあのなんだっけ、好きなこととか得意なことで、うん、みんながそうお金をもらえるようになったら、うん、いい社会になるなと思って。うんうん、そうだよね、私もそう思ってるの。そう、それがなんか当たり前になっていけばいいなと思って。そうなのよね、だって誰にだって才能あるのにさ、うん、全員違うから、全員違う才能を発揮できてね、うん、いいよね。いい、そうこれだったら働きたくないってならないの？ならない、ならみんな働きたいってなると思うのよ、うん、なると思う。そうそうなの、これを思っとけばもしかしたらなんか自信みたいなの出てくるかなってちょっと思いました。え、何が出てくる？あ、自信？自信？あ、そうかそうか、うんうんでもね、自信なんかなくても始めていいのよ、あのそう、何でもね、あの、なんていうのかな、体験だから。私もね、全然自信なかったし、うん、うん、あの迷いながらやって、で、いろいろ自分の罪悪感にも気づいたのね。お金いただくときにね、あれ？と思ったりね、この人からもらっていいんだっけ？とか思ったりね、
うん、そういうの気づきながら、なんか今じゃね、あみんなついてこれてないのかな、大丈夫っていうねこんな素敵なものなのに、って大丈夫大丈夫ってなるのねそう、いやなるってみんななると思うよ。だってそのやっぱりね、一歩踏み出してみたら、うん、いろんな経験して、怖いね、怖い、あそうなんだ、怖い、ああ怖い思いもするよねそりゃ。そうですね、うん、だってね、いろんな人からいろいろ言われたりね、ね、いろんな人いるなと思って、うんうん、言われるの言われるの、だけど大丈夫、でも言われても大丈夫、うん大丈夫なの、うん、言う人もいるし言わない人もいるし、助けてくれる人もいるし助けてくれない人もいるし、見守ってくれる人もいるし怒る人もいるし、そういうことが分かってくると、あ何でもありなんだってなってきて、うん、で話聞いてくれる人その都度必ずいるしね、そう、ちょっとまたやってみようと思いました。はるちゃん何やるの何やろう、またね、ちょっと今月何やるの、何な、うん、どういうこと、なんかその会ったこともない、初めて会った人の前で自分の悩みを喋るっていうのがまずバンジー、あじゃあ今日声サロンもそうね、うんうん、あそうなのね、今も触れてるんだ、うんうん、あすごいすごい、やったね、声サロンがバンジーですかね、うんうんうん、そういう人いるよね、声サロンにお金払ったとか、声サロンバンジーっていると思うよ。そう、今まで払ったことない金額払ったっていう人もね、いるのよね。あ、それもそうだ。そう、自分にこのぐらい支払ったことないわとかね、うん。お金かけてきたことないとか、いるんだよね。うん。うん、そうですね。自分はいいなって思っても、今までは払えなかったけど、今回払ってみるとかね。うん。確かに。みんなすごいね、すごいバンジーしてきてくれてるから。ですね、うんうん、これがバンジーこれがね、思いついたら何かやりたいです、うん、あじゃあね、思いついたらノートに書いてやってみてね、うん、なんかみんなに宣言するとやりたくなるじゃない、うん、みんなが やってるとやりたくなってくる、そうなの、これさ映ってくよねあれ、うん、そんな簡単にやれるんだぐらいにしてね、そう、なんか羨ましくなってくる、あそうなのそうなの、不思議よね、やろうね、あの日常からね、うん、ちょこちょこできるから、うん、うん、やろうね、ノートにあの気がついたら書いてみてね、はい、まずこれ、これが声サロンが大バンジー、すごい、うん、喋、はい、れたね、喋れた、うん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 、よかったよかった、ちょっとほっとしたでしょ、これ2回目以降グイグイ来るよ、ちょっと聞いてってね大体そうなの、一回終わるとみんな安心してね、我が我がってくるから、そっか、じゃあ来てね、じゃあ終わるよ、はるちゃんね、はい、大丈夫です、ありがとうございます。